久々のコーディネートチェックをさせていただきたく、はい、突撃ですね、はい、突撃です、はい、お伺いしてもいいですか。はい、今日はニットはもう本当にボロボロになるまで着ているマジソンブルーのニットと、あとは下着はさちょっと透けるからインティミッシミの本当にレースとかもついてないシンプルな、ブラジャーと、あとはこのパンツは最近すごく好きで着ているというか、まあ、集めているアジェとオーストラリアのブランドのパンツになります。パープルが綺麗なのとちょっと大きなポケットが特徴になっていて、かなりハイウエストでもね、後ろゴムだからなんか別に楽なんだよね。かわいいです。かわいいよね。靴はね、ロベルクレジル、高いヒール久々に見た気がしますね、はい、プラットフォームだから意外と歩きやすい。でバッグはシャネルです。サングラスはね、あれトーテム、ありがとうございます。あとジュエリーのポイントも教えていただきたくて、ジュエリーはなんかありったけのものを重ねてるって感じで、何の計算もなく思いついたままにジュエリーボックスから持ってきたみたいな感じで、でも夏の終わりでちょっとまだ暑いのと、あとはパープルの色に合わせて寒色系のシルバーをメインに、コーディネートしました。最近のお気に入りはこれ、水木のバロックパールとゴールドとあとダイヤモンド。ピアスはこのパールの色を合わせてるんですか。あ、そうそうそう、白よりもブラックパールの方が馴染むかなと思ったので、ボンマジックです、うん、ありがとうございます。今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様。今日はありがとうございました。ありがとうね。今日はベリーネイビーのエイミーの部屋に呼んでいた。そういうタイトルじゃないよね。どういうタイトル。違う ビューティフルエイジングっていう連載をやっていまして、今日ゲストで先生に来ていただきました。ありがとうございました。ラグジュアリーのマガジンにありがとうございました。エイミーの連載ぜひ見てください。発売日はいつでしたっけ。9月7日9月7日9月7日、はい、あ、ちょうどいいじゃない。はい、1日に上がります。はい、じゃあはい、どうぞ佐藤ちゃん。では突然ですがコーディネートを見せていただいてもいいですか。はい、ジャケットがセリーヌ、はい、で中のスリップドレスが、コーっていう LA のブランドです、うん、で靴はオッテガベネタで、バッグはエルメス。今日のコーディネートのテーマはありますか。はい、今日のコーディネートのテーマはね、特に考えてなかったんですけど私スリップドレスが大好きで、なんか迷った時はすぐスリップドレスを着ちゃうんですけど、例えば、仕事だったらジャケットを上に着て、あと、まあ、パーティーだったらこれ1枚で行ったり、ちょっとフェザーのボレロを着たり、そういう感じでオンもオフも迷った時はスリップドレスで、ジュエリーはメンズのロレックス、あとこのパランジリングと、大きいリングはレポシ、全部、レポシを3つ、あとシャーロットシェネという、素敵、コスチュームジュエリーですこれは。でこっちはシンプルにカルティエ、かっこいいね。かっこいいですね、本当に。今日はね、なんとなくゴールドのジュエリーで揃えてみました、あと耳もね、シャーロットシェネです。あ、かわいい。そう、これ反対の耳も、はい、私エイミーのさ、いつもそのキャットアイのさサングラスがすごい好きなんですけど、どこの。これね、私このサングラスしかつけないぐらい、うん、ここのブランドが好きなんですけど、うん、ラピマっていうブラジルのブランドなの、でもブラジルから取り寄せてんの。すごい、そう、情報力。そう、これね、グリーンとブルーと2個ずつ持ってる。バッグはこれエルメスで、すごい昔買ったエルメスで、昔買ったって夫がこれ初めての出産の時に買ってくれたんですけど、素敵な旦那さん。そうで、あ、でもこれは思い出があって、パリの、パリの支局長だった村上さんがジェーン・バーキンとすごい仲良しだったから、パリのジェーン・バーキン担当から買ったバーキンなのだからそういう意味では思い出のバーキン。ありがとうございます、はい、吉田さん、はい、
打ち合わせありがとうございました。お疲れ様です。いつも吉田さんすごい素敵なので突然なんですけれども、はい、今日のコーディネートを教えていただいてもいいですか。はい、今日なんですけれども、ちょっと秋を少しずつ意識したスタイルにしていきたいなと思ってまして、トップスはあの3ドッツの T シャツなんですけれども、上にあの今回マッキントッシュとバトナーさんっていう日本の山形の寒河江のニットブランドさんとコラボレーションしたベストを重ねています。これあのカシミヤ 100% の素材になっていて、ベストなんですけれどもサイドでこのマッキントッシュって入ったボタンで留められたちょっとシンプルな作りになっていて、まあ、ちょっと T シャツとチノのカジュアルなスタイルなんですけど、少し綺麗に仕上げています。かわいい。こちらもちょっとセンタープレスでテーパードしたデザインのものになっているので、割とこうカジュアルすぎず綺麗に着ていただけるのかなと思います。素敵ですね。ありがとうございます。今日されてるジュエリーとかも教えていただいてもいいですか。はい、今日今ネックレスとブレスレットなんですけど、うん、こちらがローラ・ロンバルディというニューヨーク、アメリカニューヨークのブランドになっていて、結構ボリューミーなんですけれども、そんなに重たくなくてちょっとシンプルなスタイルなので、ジュエリーでアクセントを効かせてみました。素敵です。はい、あとピアスは、ソフィーブハイですね、はい、あとまあハートモチーフなんでちょっとラブとピースで、あ、かわいいダイヤモンド、ホワイトモールドにダイヤモンドのラインが入っているリングをしています。素敵です。はい、まあ、まあ指はいろいろつけております。ありがとうございます。阿部、はい、さん、突然ですがコーディネートを見せていただいてもいいでしょうか。はい、すいません突然こんな感じで、ありがとうございます。今日はちょっとリースで阿部さん の、 あのディレクターされているジュエリーブランドのシャランポワ、はい、シャランポワとアドリーヒューにお邪魔しておりまして、はい、リース終わりに突撃コーディネートを見せていただけたらと思っております。先週はこんな感じで、こんな感じです。今日のテーマは何でしょうか。今日はなんかこの透けてるワンピースをもう一枚透けてる白いワンピースに重ねてます、あ、ワンピースを2個重ねてるんですか。そうなんですよ、別々のワンピースを重ねてきて今日バッグはちなみにどんなものをお持ちなんでしょうか。バッグはこれです。あー、かわいい、キラキラかわいい。最近これ持ってるんですけど、どこのですか。これブランドンブラックウッドっていうニューヨークのブランドさん、ちっちゃいキラキラが欲しくてかわいい。このシースルーにまたキラキラが入りますね。ね、すごい、意外とでも何にでもあって、すごいお気に入りで素敵。ありがとうございます。お靴は何を。靴はあれですね、ジョゼッペ・ザノッティですね。リボンみたいなかわいい。阿部さんといえばジュエリーだと思うので手が結構いつもいっぱいつけてまして、今日はこんな感じです。今日はどういったものをメインに使われてるんですか。なんかこれも大ぶりの石多めなんですけど、結構透明感ある石を入れたりすると涼しげな感じになるのでですが、とはいえすごいいっぱいすごいなんかモノトーン系が多いですかね、あんまり色はないかもですね。確かに、だからなんとなくまとまっている雰囲気が出るんですね。まとめやすいかもですね。でもいつもスタメンです。あ、そうなんですね、はい、ちょっとずつしか変えてないです、実はこのちょっとシルバーの細い3本は9月もうすぐローンチする新しいブランドが、ありまして、また新しいブランドそうなんですよ、そうなんですよ、すです。リファインメタルっていう都市鉱山の貴金属をリファインしたものを使って作って
ている素材は新しいブランドです。リファインメタルっていう、あのなんていうか PC とかスマホとかから出てくる微量の、あの金属を精錬して使っているあのシルバーになります。ちょっとなんかインディアンジュエリーではないですけど、うん、ちょっといろいろあるんですけど、あ、そうなんですね。今ちょっと、はい、こういうスタッキングできる感じの細いのもあり、ボリュームあるのもあります。かわいい、ありがとうございます。またいろんな雰囲気のものをミックスすることで、うんうんうん、深みというか面白みさが、いろいろ重ねるのに、うん、使えると思います。本当ですね。はい、これは、うんうんうん、ほとんどアドリンヒュー。あ、そう、大きい石のがアドリンヒューっていうブランドのもので、はい、あのこういうダイヤとかちょっとこういうものとかはシャランポワっていうブランドの方になってます。こっちもシャランポワですね、はい、ありがとうございます。素敵でした。川西さん、お疲れ様です。突然ですが、はいはい、今日のコーディネートを教えてください。はい、はい、今日はですね、ちょっとあのゆるっとシルエットのデニムにあの透け感のあるカットソーを合わせた本当にシンプルなスタイルにしています。なんですけど、この透け感のあるあのトップスを合わせることによってちょっとあの抜け感を出しているようなコーディネートにしています。ありがとうございます。ちなみにこれにバッグはどんなものを合わせて、今日、そう、これからちょっとお昼買いに行こうかなと準備してたんですけど、こういう、あー、かわいい、ニットっていうブランドの、これですね。かわいいです。そう、ニット専門のブランドになるんですけれども、結構大きめのバッグにこう、クラッチのように持って、まあ、モノトーンのコーディネートが普段多いんで、こういったものでちょっと色を差して、うん、あの楽しんでます。素敵。このデニムはどういう形なんですか、ね。はい、これはレッドカードのブルースという形で、はい、あの名前で、あのテーパードしているデニムになります。結構人気で、若い方から大人の女性までに人気のデニムになります。素敵、完売続出のあのデニムですね。はい。で、足元はまだちょっと夏を意識して、そうですね、はい、リーチさんになる。ありがとうございます、はい、あとジュエリーを見せていただきたくてですね、はい、まあ、全体的にシルバーでまとめてます、うん、ピアスもなんかちょっとシンプルだけどちょっと変わったデザインのものが多いですかね。トワレグの、あ、はい、私も持ってます。あ、持ってます、はい、でエルメスですね、うん、素敵、はい、ありがとうございます。今日は撮影、はい、ハウンド代官山店で YouTube の撮影をしておりまして、はい、その YouTube も今後また公開しますので、はい、皆様お楽しみ に。ありがとうございました。こんにちは、オペークドットクリップの鶴さんです。突然ですが、はい、今日のコーディネートのポイントを教えてください。今日はですね、夏に活躍したものにプラスでちょっと秋っぽい素材とか柄を追加したコーディネートにしてみました、うん、素敵です。この夏、このアメスリのタンクトップをすごい、カップ付きで楽ちんなのですごいいっぱい着てまして、その上にニットのビスチェを重ねてるんですね。はい、重ねてみました。なるほど、素敵。で、秋っぽい柄をちょっと足したいなと思って、チェック柄でこれオーガンジー2枚仕立てになって、上からオーガンジーをかぶせた2枚仕立てのチェック柄になっているんです。これもなんか新鮮だなと思って合わせてみました。素敵です。あとは結構アイラインにちょっとゆったり腰回りを隠せるようなベスト、こちらを合わせてコーディネートしてみました。あとは、まあ、小物から秋っぽくしたいなと思って早速もうブーツも履いています。で、バッグもスエード素材にしてちょっと秋らしさを、まあ、ノースリーブなんですけど秋らしさをプラスしたコーディネートにしてます。素敵、このジレ可愛いですね。このジレ、そうなんです、もうお腹周りも気にしなくて済むし、腰回りもそうなんです、斜めだけで、うん、ちょっと後ろもペプラムシルエットになっているので女性らしさもありながらスカートにもパンツにも合わせられるから、こっち
ちら私秋の一押しで購入いたしました。素敵です。ジュエリーは、ジュエリーは私ちょっとですね、ごめんなさい、あのアレルギーを持っているので。 そうなんです。ちょっと合うものがあんまりなくって、こちらがちょっとごつめのシルバーくて、これも夏にシルバーすごいつけたいなと思って新しく購入してみました。シルバーアクセサリーにちょっと女性っぽい華奢な、ゴールドのリングを合わせてみました。素敵です。ネックレスはなくて、で耳も、そうなんです。これもアレルギー対策で、あ、でもこれは大丈夫なんですね。そうなんです、うんうん、ステンレスでできているので大丈夫なんで、両方ともこっちから見ると女っぽいゴールドで、こっちから見るとちょっと夏っぽい感じにまだしたいなと思って、両方ちょっと印象が違うものをつけてみてます。素敵です。ありがとうございます。ありがとうございました。かわいい。ティックさんお疲れ様です。お疲れ様です。本当に突然なんですが、今日のコーディネートを見せていただいてもいいですか。私でいいんですか。すみません、お願いします。ぜひぜひ。今日はティファニーの撮影終わりで、はい、あの青木さんがキックさんにメイクしていただいたので、はい、その終わりのタイミングを狙ってお声をかけさせていただきました。ありがとうございます。嬉しいです。いつもおしゃれなのでかぶった。こちらこそお世話になってます。ありがとうございます。ではまず早速なんですが、はい、今日のコンセプトというか、はい、テーマというか気分があったら教えてください。今日のテーマでもちょっと秋先取りっていう気分でちょっと、うん、あの今日はコーディネートしてみました。で私はグリーンが大好きなので、必ずどこかにコーディネートのどこかにグリーンを取り入れるっていうところが私のポリシーです、うん、今日はパンツと、はい、あとお靴がグリーン、はい、グリーンです。ちょっと色の変、色の感じが変わったグリーンを使いつつ、ちょっと黒で締めて、アクセサリーは腕にティファニーをつけてきました。ティファニーの撮影なんで撮影だったんでつけてきました。ありがとう。あ、ネイルもグリーンなんですね。かわいい。グリーンと締めました。ジュエリーは基本シルバーが多いんですか。シルバー多めですね。ゴールドもつけるんですけど、うん、まあ、ちょっと秋先取りなんですが、ちょっとシルバーで軽めに出して、うん、ちょっと初めの秋という感じにしてます、ね。ネックレスもいつも重ね付けはよくされますか。そうですね、重ね付けしてどちらかというと盛りたい派なので、うんうんうん、なんかちょっと上が寂しいんですよね、うん、胸もないし、腕はちょっとカリッとなんていうんですかね、してる感じなので、うん、何かこう持ってる方がバランスが取れると思うっていうのでちょっといろいろとつけてます、うんうん、なるほど。なのでバングルもちょっと大ぶりなもの、はい、大ぶりで、あんまり華奢なものというかこういうちょっとカリッとしたものが多いかもしれない、うん、ありがとうございます。あと私はこのバッグがすごく可愛いなと最初が思ってました。そうなんですよ、なんかアートみたいな、うん、ちょうどコラボしているものだったので、うん、あまりにも可愛くて、すぐ買っちゃいました、うん、可愛いです。考えたら取られると思って確かに欲しいと思ったのはすぐ買わないと。そうですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。プルミエアロンディスモンの足立さんです、はいはい、こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。お世話になっております。こちらこそです。足立さんいつも素敵なので、はい、とんでもないです。突然ですが、はい、今日のコーディネートを教えてください。はい、今日はプルミエアロンディスモンの新作のブルゾンとちょっとこのフェザーのワンピースを、うん、かわいい着ております。すごく可愛い。ちょっとこう毛足があるものでこう、うん、秋のムードが出るかと思うんですが、別にそんなにこう厚い素材ではないので、うん、ちょうどこの季節の変わり目に着ていただけるワンピースになっています。素敵。私は今日は中はノースリーブを合わせて着ているのですが、うん、あの寒い時期になったらタートルのニットとか合わせて着ていただけるので、結構長い時期お使いいただける
ワンピースになっております。そうですね、確かに、はい、タートル合わせれば全然秋冬もいけますしね、はい、上にざっくりニット着ても良さそうですよね。あ、そうですね、ニット着てこうちょっとスカート的に着ていただくっていう着方も、うん、はい、できるかと思います。素敵、はい、ブルゾンも可愛い。あ、そうなんです、私なんかすごいちょっと寒がりでして、うん、アウターがもう欠かせないんです。ちょっとこの温度調節というところがちょっと難しい年頃になっておりまして、夏でもね冷房がね、そうなんです、うん、なので割とこう持ち歩きのできる軽いアウターというのをいつも持ち歩いているんですけれども、これがこう本当に見た目以上に軽くて、うん、はい、持ち歩きにも便利なブルゾンになっています。でちょうどこうお袖を伸ばして着ていただくこともできますし、こうゴムが入っているので、うん、はい、お袖にゴムが入っているのでこう上げて着ていただくこともできるので、うん、ちょっとここはまだ暑いなっていう時はこうお袖を上げて着ていただいたりっていうこともできます。すごい、はい、安価の黒コーディネートですね。あ、かわいい。そうですね、割と黒は多くなっているのですが、うん、ちょっと足元をサンダルにして、うん、若干安価の軽さは出してみました、うん、素敵です。はい、ジュエリーは、はい、今日はシルバーですかね、はい、あ、そうなんです、私結構シルバーがほとんどなんですけれども、うん、気に入ってるのはこのピアス、トムウッドのピアスなんですけれども、はい、私も実は狙っています、はい、でこれはでも本当におすすめで、このキャッチがついていないので、うん、使いやすいピアスです、はい、いいですね、黒にシルバーのアクセサリーだと、はい、またなんかちょっと涼しげになりますね。そうですよね、はい、そういうこともあって結構私は、うん、あとまあちょっと自分の肌の色的にもなんかシルバーの方をよく使っています、うん、へー素敵。あとネックレスと、はい、あとリビーは、はい、この辺も全部シルバーですね、はい、これもトムウッドで、うんうん、素敵です、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。ここはパリではありません。突撃、今日のコーディネート教えてくださいというあの企画なんですけど、本当に突撃だったみたいな。本当に突撃、はい、ね、あのお二人いらっしゃるんですが、お一人ずつお聞きしたいので、チャコさんからいきます。チャコさんお願いします。チャコさん自己紹介。はい、パリから一時帰国しております。今日のコーディネートのポイントを教えてください。はい、コーディネートのポイント、あまりポイントがないんですけど、今旅人であんまり服を持ってきてないんで、今回あの真夏でも私シャツが好きなんで長袖のシャツを着ていることと、あと最近ちょっと前部分になり始めた柄のパンツ、かわいい、はい、ちょっとなんか大きいんですけど、はい、で、チャコさん、ジュエリーも知ってください。ジュエリー、はい、ジュエリーのネックレスはアンソンブルーの、うん、シルバーのネックレス、うん、でスー、あとリングは、バンクリーフ、うん、あのあとで、あのこれは本当にマレーのもうポップアップで買った、どこも知らない、全然知らないところのリングで、はい、あと2つはあのサンジェルマンにあるアデンという、うん、ジュエリー、すごく素敵なお店なんですけど、大好きでそこでたまに買ってます。ヒエラウリー、はい、小さいけどいろいろ入るので、うん、確かに、はい、あと私すごい、はい、そのおリボン使いがすごい可愛いなと思って、ありがとうございます。リボンはあの、はい、あのスマイソンの手帳を買うと結んでもらえる、あのスマイソンのこのグログラのリボンがすごく髪に巻きやすいので、これ愛用させていただいて、え、後ろちょっと向いていただいていいですか、はい、あ、かわいい、ありがとうございます。チャコさんありがとうございま す。今日はそば食べようね。はい、じゃあヤーさんお願いします。本当の突撃です。お願いします。はい、ポイントは何ですか。ポイント、珍しくシアのトップですね、うん、かわいい、ずっと履いてる、うん、エイトンのこのメンズのパンツなんですけど、うん、ちょっといつもならシャツ着てたんですけど、はい、シアに中見て、なるほど、はい、アンドムーディーな靴を履いてみます。バッグもすごい可愛いですか。
さんから。ありがとうございます。そうなんですよ。これ、あれイギリスのスワッシュっていう。うん、ああ、わかる。あ、そうなんです。スカーフの。はい、スカーフのブランドので、これも本当に昔からずっと大切に使ってるお気に入りです。かわいい。ジュエリーも見せてもらってもいいですか？ジュエリー。ジュエリー。あ、ミニカルもかな。あ、はい、これマリコ土山さん。そうなんです。イヤカフ作っていただいて、そうなんですよ。こちらと、はい、あとイギリスで作られた、そうです、そうです、そうです。はい。手元は？手元は、はい、リング。シルバーとゴールドミックスでまとめております。うん、で、ネイルもちょっと色が違うんでね。あ、そうなんです。新色で、お蕎麦色にしました。ちょっと、お蕎麦色なのよ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。